今週の出雲ラボは Amazon で手に入るパーツを使って電子工作をやるのに便利な電源パネルを作ってみました。電子工作でよく使う 5V と 3.3V 電源を用意、可変電源もあります。消費電流もモニター可能。電子工作がはかどる電源パネル、とっても便利なのでぜひ見ていってください。こんにちは、ったらこんにちは、いずまです。今週は Amazon で買い集めたパーツを組み合わせて電子工作で使う電源パネルを作ってみたというお話です。電子工作するにはどうしても電源が必要。今までは 5V の AC アダプターで何とかしてました。でも電圧と電流がはっきり見えてた方が精神衛生上いいじゃないですか。で、電流電圧計を買ったんですが、これをゴロンと転がしとくのもなんだよねということでパネルに組むことにしました。それでは資料の方で説明していきましょう。これが出来上がりの写真。よく使う 5V と 3.3V に汎用の可変電源、これだけあれば足りるでしょうという組み合わせ。あとは昔買った電子負荷もついでにつけときました。電子負荷というのは電池を含む電源装置の能力を測るような計測器で、まあそんなに出番があるわけじゃないんですが、場所が余ったので入れときました。そのうちニッケル水素の充電モジュールを調べて動画にする予定なので、ワンチャンそこで出番があるかも。電流電圧計が3つセットだったので余ったやつもここにつけました。普通に電圧計として使えるはず。今回の構成がこうなります。根っこがこの AC アダプター、今回は 12V と 1.2A のものを用意。用意っていうか部品箱に転がってたのを発掘。ここは 7V から 30V まで好きなものを使えるので、容量足りなくなったらいくらでも交換可能です。こうやって見ると接続簡単そうですけど、実際つなぐと大変でした。ここで今回使ったパーツの紹介。これが電源モジュール。これが一番お高くて2700円もしました。 5V と 3.3V 電源は別に用意したのであんまり出番がないかも。そういう意味では一番出番がありそうな電流電圧計、3個で1000円。 AC アダプタの 12V から 5V を作るのに使う高圧 DC-DC、ここで1080円。消費電流とか入力電圧とかいまいちなところもあるモジュールですが、こういう用途にはぴったりです。高圧 DC-DC が作った 5V から 3.3V を作る LDO。 高圧 DC-DC をもう一個使って 3.3V 作ろうか悩んだのですが、今回お手軽にこうしました。パネルの材料にプラ板、1ミリ厚の P4 サイズ。穴を開ける手間を惜しんで粉厚にしたんですが、さすがに薄すぎ。せめて2ミリにしとけばよかった。ただ厚くなると切りにくのが大変なんですよね。おまけの電子負荷。昔ソーラーパネルの動画を作った時に買ったもの。電池放電容量試験器と書いてあるので、バッテリー容量を測るのに使う想定みたい。基本的に電源の能力を測るのに使う機材です。これが配置図。実サイズで配置してます。これを印刷してプラ板に貼り付け、1行目に使いました。資料の方は以上。それでは実際の工作の模様をご覧ください。プラ板の切り出しから。P4 サイズ1ミリ厚2枚入り。まずは2分割。10回くらいカリカリすると分離できます。やりすぎると下のマットを削ってしまうので注意。今回失敗してマットに溝ができてしまいました。さらに2分割。今度は10回削ってパキッと折りました。これで十分です。先ほど作った配置図を印刷してプラ板に貼り付け。
切り抜き枠の角にルーターで穴を開けてきました。もう紙は邪魔なので取っちゃいます。今度は折るわけにはいかないので貫通するまで切削。またマットに溝を掘らないように今度は木の板を敷いています。最後はカッターでゴリゴリやって中を抜き出し、3辺をゴリゴリやれば残りの1辺は折り取れます。あとはその作業の繰り返し。今回窓の数が多いので結構大変。これが2ミリやつだともっともっと大変。なんかいい方法ないですかね。無事切り終えました。パーツをはみ込んでみましょう。電子負荷はギリギリ、電流電圧計はちょっとゆるゆる。電源モジュールはあれ、横の出っ張りが全然入らない。出っ張りをペンで書いてこの分を削ってきました。結構ギリギリですがなんとか入りました。やっぱり合成が足りなかったので補強材を追加します。これもダイソーの1センチ角棒、これを両面テープで貼り付けます。なんとか合成を確保かな。重たいパーツは下に配置すべきでしたね。配線を始めましょう。取り出してきた基板のかけらに銅シールを貼っています。地道に一つ一つつないでいきます。グランドをつなぐのが意外と大変。回路図書くのは簡単だけど配線するのは大変。工作あるあるです。こっちはジャック、電源出力に使います。一通り配線終わりました。この基板上に LDO も載せています。コネクタを一つ一つつないでいきます。高圧 DC-DC と配線基板はかまぼこ板に固定しました。いざ電源を入れてみます。コネクタをつないで、お、問題なさそう。実際に電源として使ってみます。数字がチカチカしてますけど肉眼ではもちろんちらついてません。 DC ジャックを USB に変換するケーブルも作りました。 USB デスクライトをつないでみます。照明をつけると明るさに応じて電流値が変わっていくのが見えます。電流の方は結構追従遅いですね。簡単ですが実演でした。というわけでしばらく前から考えていた電源パネルができました。これでまた電子工作が少し楽しくなりそう。手間はかかりますけど難易度は低め。よかったらチャレンジしてみませんか。それではここまでご視聴ありがとうございました。高評価とまだの方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。数字になって見えると励みになりますので。次回は定かではないのですがニッケル水素の充電モジュールについて調べてみるかもです。ではまた次の動画でお会いしましょう。